しょうか。こんに、やっと会えました、栄誉騎士様。私はノエル、シェピロス騎士団のメイドです。あ、ごめんなさい、私はまだ正式なセピロス騎士ではありません。早くこの鎧に見合う騎士になるため、メイドの身分で騎士団で騎士修行をしています。はい、まだ騎士選抜を通過できておらず、本物のセピロス騎士になるために先輩方からご指導を受けております。アンバー様からウサギ伯爵の作り方を学んだり、ガイア様からいろいろな任務を引き受けたり、火花騎士様にもご指導を受けました。ジン団長に反省室に送られましたが、実はかねてよりずっと栄誉騎士様のご指導を受けたかったのです。しかしお邪魔になるかと思い声をかけられずにいました。モンドの街を歩くあなた様を何度も見かけたのですが、私も仕事で手が離せなく、今日は騎士団での掃除が終わり修行に行こうかと迷っていた時にちょうどあなた様を見かけまして、もしお邪魔でなければご指導をいただけませんでしょうか。あの、先輩のあなた様の意見が聞きたいです。メイドとしての仕事と騎士になるための鍛錬、私はどちらも怠っていません。しかし修行の進捗が思うようにいかないのです。はい、掃除や修繕といった普通の仕事です。一日おきに騎士団の大掃除をしています。ベッドの底や窓の隅まで、細かいところには埃もたまりやすいので。それと生活方面のことも、ガイア様のために団体を用意したり、リサ様の本棚を整理したり、忙しい毎日ですが、それでも何か足りないと思うんです。休みですか？しかしまだ仕事がたくさん残っています。それにもっと能力を高めるためにも、時間があるときには鍛錬すべきだと思うんです。一日でも早く本物の騎士になるためには常人よりも努力しなければなりません。しかし貴重な時間を無駄にすると罪悪感を覚えてしまいます。確かにそれは考えてませんでした。休みは修行のため。あ、リサ様がいつも図書館でアフタヌーンティーをしているのはそのためだったのですね。なるほど。はい。どのようなお茶が好みですか？え、準備しなくていいから休んでほしい？わかりました。では鹿狩りに行きましょう。ノエル！ベア様？どうされましたか？私に何か手伝えることはありますか？クインがまた私を無視するの。落ち着いてゆっくり話してください。詳しく聞きますから。なんだかクインの機嫌が悪いみたいだったから、どこかお出かけしてお話ししないか誘ってみたの。まあ、いわゆるデートってやつ。え、デートですか？そういうお悩みでしたか？そうなの。もう何回も誘ったんだけど、屋台の方ばかり見て全然話を聞いてくれないの。ノエルは可愛いし、みんなからもしょっちゅう褒められるでしょ。きっとモテるよね。なら私の代わりに。あ、はい、もちろん市民を助けるのはメイドの責務ですから。しかしその、私そういうことは経験がなく。
ノエルでさえ私を助けてくれないの？心配しないでください。私たちにはまだこの栄誉騎士様がいます。栄誉騎士様、ベア様を助けていただけないでしょうか？申し訳ございません。しかし騎士団メイドとして助けが必要な人を見過ごすわけにはいきません。今度きちんと計画を立てて一緒に休みましょう。今日だけベア様のために手を差し伸べていただけないでしょうか？ありがとうございます。はい、ベア様が言うにはクイーン様がずっと忙しそうにしていて話を全く聞いてくれないとのことです。しかし私の印象ではベア様は普段からよくクイーン様とお話しされております。その可能性はあるかもしれません。つまり今回は違うということをクイーン様に気づかせてあげればいいのですね。例えばプレゼントを用意するとか。それだったらクイーン様も普段とは違うということに気づいてくれるかもしれません。しかしどのようなプレゼントがいいのでしょう？はい、私もそう思ってました。一人一人の好みは違いますので、その人に合ったプレゼントの方がいいかと。私でしたらバラが好きなのですが。栄誉騎士様はその手芸品などはお好きでしょうか？私はただ相手の立場に立って考えようと。クイーン様、どんなプレゼントが好きなのでしょう？確かクイーン様はモンド城の守護四天王の一人。お酒と関係のあるものなら気に入ってくれると思います。具体的なものはまだ考える必要がありますが。もうこのまま考えても決まらない気が。マージョリー様のお店に行ってみましょう。いい感じだ。いらっしゃいませ。栄光の風へようこそ。あら、ノエルさんと栄誉騎士さんじゃないですか。今日はどうしたんですか？ノエルさんが誰かと一緒に歩いているところなんてあまり見かけませんが、ノエルさんはいつも一人で仕事を終わらせますので、次々に仕事を受けてあまり休憩している時間もないみたいなんです。はあ、ノエルさん、もう子供じゃないんですから、もっと自分のために時間を使わないと将来後悔しますよ。今日はきちんと休みを取りました。途中でいろいろな問題に遭遇しましたが。今日は休みで栄誉騎士さんと一緒ですか？ああ、なるほど、そういうことですか。それはおめでたいですね。今日は栄誉騎士さんのプレゼントを選びに来たんですね。好きなだけ選んでください。必ず満足させてみせます。なるほど、大丈夫です。送る相手がどちらだろうと同じことです。お互いを思ってのことですから。からかわないでください。私と栄誉騎士様はそのような関係ではありません。違うんですか？はい、まあ半分は信じてましたけどね。それにノエルさん、誰かに背中を押されないと前に進めない性格ですので。しかし相変わらずこういう方面のことは全くダメですね。私はただそういうことで騎士の修行に支障をきたしてはいけないと思っているだけです。もう困ったものです。まだやるべきことがあるというのに。はいはい、もうからかうのはやめます。それで今回は何のご用で？なるほど、ベアさんの代わりにクイーンさんにプレゼントを。それでしたら新しい商品が2つ入荷してますよ。一つは特製標瓶、もう一つはリスの木彫りです。特製標瓶は良質な酒器でお酒を長時間冷やすことができます。リスの木彫りは置物としてクイーンさんの屋台に置いておくのも悪くないと思います。
手記と置物、どっちにしますか？手記ですね。四合四天王の一人、クイーン様にぴったりだと思います。あの時、私が言ったことを覚えててくださったのですね。嬉しいです。特製評瓶ですね。わかりました。袋に包みますね。プレゼントは用意できました。早くベア様のところへ行きましょう。ん？この特製評瓶をクイーンに送るの？確かにクイーンが好きそうね。でもプレゼントをあげるからにはデートくらいしてもらうのが筋ってものよね。プレゼントがあれば私のデートを断れないはず。あなたたちに感謝しなきゃ。え？プレゼントってそんなことにも使えるんですか？とにかく役に立ってよかったです。あ、いけない。どうしました？ベア様、プレゼントに何か問題でも？いや、プレゼントのことじゃなくて、クイーンとデートすることばかり考えてて、どこに行けばいいか決めてなかった。だって一度も成功してないんだもの。ノエル、手伝ってくれない？でも別に急がなくてもいいよ。ちゃんと計画を立てなきゃいけないし。はい、私にお任せください。レア様、賑やかになってきましたね。デートスポットは心地いい風景を。浜を一望できますね。視野も広いですし、いい角度を見つけて写真を撮りましょう。くだらない。
ちの地にある大樹、大英雄バネッサ様の象徴です。ノエル、楽しそうだな。すみません、ベア様のために見に来たというのに。大丈夫、ここの景色も結構いいな。小川と木陰があって。来たのね。どんな場所を見つけた？誓いの岬。誓い、地名からしていい場所ね。あそこなら海も見えるし、私海って大好きなの。あの風たちの地はどうでしょう。あなた方の恋がタンポポのように自由であってほしいという願いを込めて。風たちの地？いい場所だとは思うけど、なんかありきたりじゃないかな。え？ありきたりですか？古い世代っていつもなんとかの象徴って言いたがるでしょ？私も小さい頃から何度も耳にしてきたし、だから今さら言ってもなんか新鮮さに欠けるというか。そうですか。うん、やっぱり誓いの岬にする。ありがとう。じゃあクイーンを探してくるね。クイーン、私とどんな誓いをしてくれるかな。風たちの地はもう古いんですね。本にはモンドで一番人気の場所だと書いてありましたが。わかりません。図書館の隅を掃除していた時に見つけたものです。風たちの地とバネッサ様の物語が書いてありました。私はてっきりモンド城にいる人ならみんな好きなのかと。え、風たちの地に行きたいんですか？はい、わかりました。この空気すごく落ち着きます。訓練とか仕事とか忘れて何も考えず、ただそうですね。ですが訓練と仕事は私にとって一番努力すべきものです。何も考えずに過ごしていては頼れるメイドではなくなってしまいます。バネッサ様、ジン団長、彼女たちが背負っている責任はもっと重いものです。私にはまだまだ多くの欠点があります。だからこそ本物のセピロス騎士になってたくさんの人を助けたいんです。そうですか。ありがとうございます。今日もしあなた様がいらっしゃらなかったら、私一人ではベア様の役には立てませんでした。ささやかなお礼ですが受け取ってください。バラは私が一番好きな花です。ですので紙で折ったバラを作ってみました。はい、バラはモンドで口の硬さを意味します。あなた様と一緒にいたこの時間の中で様々なことが学べました。それは私にとって忘れられない大切な思い出です。私はこの思い出をいつまでも心の奥にしまって二人の秘密にしておきたいのです。あれ、待ってください。もしかしてバラには私が知らない他の意味も。帰ってから図書館で調べてみます。でも
たとえバラにどのような意味があっても、私が送ったこのバラがあなた様と一緒に冒険してくれることを願っています。私が一人前になって栄誉騎士様と肩を並べられるまで。どのようなお茶が好みですか？今準備を。え、準備しなくていいから休んでほしい？わかりました。では鹿狩りに行きましょう。ナエル、どうされました？クイーン、落ち着いて。なんだかクイーンの、まあ、え、そういう、そうなの、屋台のノエルはか、きっとモテ、あ、しかしノエルでさえ渡っ心配、栄誉騎士も、しかし今度、今日だけ、はい、しかしその可能性、つまり例えば、しかし、そうですか、私はしかし適当に、何かアイデアはありますか？え、本当にそれで気を引ける？一体どうすれば。え、本当にモンド風焼き魚を送るの？確かに昼ご飯を用意してあげるって言ったことはあるけど、これでいいのかな。まあノエルが言うなら試してみるね。ステーキですよ。クイーン様、ベア様のお気持ちに気づいてくれるといいのですが、今回はきちんと手助けできたでしょうか？はい、すみません。休む、そうだ、何か食べたいものがありましたら私におっしゃってください。すぐに用意しますので。すみません、いつもの癖で。やっぱりベア様たちのことが心配です。ノエルは心配し始めたら何言っても聞かないよな。はあ、ベア様。ああ、ノエル、クイーン様とデートはできましたか？はあ、もう言わないで。モンド風焼き魚を渡す前に食欲がないから何も食べたくないって言われたの。だったら無理やりあげるのもね。また次の機会に誘うしかないみたい。そんな、申し訳ございません。次は必ず最高のプレゼントを選びます。もういいよ、今回は私が悪いの。何でもあなたに任せるなんて、ノエルにも苦手な分野があることくらい分かってたはずなのに。大丈夫、気にしないで、あなたのせいじゃないから。じゃあ私行くね。はい、お気をつけて。大丈夫です。ただベア様のお役に立てなくて少し申し訳ないと思い。それはそうなのですが、私がこれで諦めてしまったら
次またこのような助けが必要な人に迷惑をかけてしまいます。この分野の知識はありませんが、少なくとも知識を取り入れることから始めることはできるはずです。私、今から騎士団の図書館に行ってみます。恋愛に関するガイドブックがあるかもしれません。もし次またこういう問題があっても必ず役に立てるように。恋愛について知るって本当に。オイラたちも図書館に行ってみよう。仕方ない、見られた以上はこうするしか、あんたに手伝ってもらうしかない。なるほど、好きな人に会ったら一緒に何かを成し遂げるべきと。まだ酒が飲めない年でも美酒をたしなむことを学べ。なるほど、相手の気を引くためには自分を高める必要があると。え、すみません、気づきませんでした。本に集中していて。恋愛に関する本を図書館から全て借りてきました。これを全部読めば私でも次は必ず役に立つアドバイスをしてあげられます。例えば少女ヴィーラの憂鬱、清泉の心など、どれも恋愛に関することが詳しく書いてあります。メイドで得た経験上、実例から学ぶのが一番手っ取り早いんです。あとこれも、酒場で使える会話、愛情にも近道がなど、全て実用的な恋愛テクニックばかりです。やはり恋愛には論理的な指導は欠かせません。それとそれと、この本に書いてあるのは、大丈夫です、この本を読むのはまだ早いみたいです。やはり他の本から見ましょう。勉強も段階を積んでいかなくては。こんな本もあるなんて。この本にも、これって普通のことなのでしょうか。どうやらまだまだ勉強することが山ほどあるみたいですね。行くぞ。行くぞ。栄養キッス様でしょうか。こんにちは。あれ、やっと会えました。私も、はい、アンバー様から火花。実は、しかし、モンドの魔境は、もし、それが、
先輩としてのアドバイスですか？しかし、メイドとしての私ができるのはほんの些細なことだけです。セピロス騎士団はモンドで最も堅固な防壁です。人々を守りたいのなら些細なことだけをなしていてはダメだと思います。ですので、本物のセピロス騎士になるために人々を助けられる力が欲しいのです。え、そんなご冗談を。私はてっきり風魔竜のような強敵だけを対象にしているのかと。あ、確かに。そういえば、いつも栄誉騎士様をモンド城で見かけるときは忙しそうにしていますね。あれは皆様の手助けをしていたのですか？はい。ではモンド城に戻って本日の修行を始めます。先輩、あなた様の問題に対する捉え方はとても勉強になります。あなた様が言ったように、これからは人々を手助けする些細なことも修行だと考えるようにします。そう考えると普段よりもやる気が出てきますね。うわ、眩しい。なんだかノエルから依頼をくださいっていうオーラが出てるぞ。誰か、誰かいますか？どなた様の声でしょうか？今すぐお伺いします。ノエル、おい、足が速すぎるぞ。オイラたちも早く行こう。落ち着いてください。深呼吸を。はあ、助かりました。私はノエルと申します。もう大丈夫です。安心してください。今から私があなた様の安全を保証します。ところで、モンド城では見かけないお顔ですが、どちらからいらしたのでしょうか？ありがとうございます。私はモンド人ではありません。各地を転々とする商人で、名をアロイスと言います。今回は名刺をリウェバで仕入れにモンドに来たのですが、まさか、途中で凶暴な魔物に襲われてしまったんです。それはそれは凶暴で、私の身長の2倍もありました。それで怖くなってここまで逃げてきたんです。息も怠惰で走れなくなったところを、あなたとこちらのメイドさんに助けられました。アロイス様、もう大丈夫です。ここからモンド城はそう遠くありません。私はただのメイドですが、お客様をモンドに送るくらいのことはできます。モンドまで送ってくれるんですか？それはよかった。では早速ですが出発を。お待ちください。各地を転々とする商人とおっしゃりましたが、荷物はどこにあるのでしょうか？安心してください。どれほど多くとも全部私が運びますので。荷物？あ、そうでした。さっき魔物に襲われた時に道に落としてしまって。いえ、その必要は。あの魔物は凶暴です。私の身長の3倍もあるんですよ。心配しないでください。こちらは私たちモンド城の栄誉騎士様です。彼ならばどのような魔物であろうと倒してくれます。栄誉騎士？ あなたはセピュロス騎士団の人なんですか？それが、あまり覚えてなくて、走るので精一杯でしたので、多分少し前にあった分かれ道の近くだったような。あ、ちょっと待ってください。胸が、突然胸に痛みが走りすぎたせいかもしれません。ですので探すのは後でも。
が痛いのですか？私が支えますので、ゆっくりと横になってください。この姿勢のままでお願いします。すぐに検査いたしますので。その…先輩、すみません。私はここで、お客様の容態を見ますので。いざ。おかしいな。大きな魔物。んじゃないですかね。言ったじゃないですか、危険だって。どこかお怪我はありませんか？私はその飛び跳ねれば3倍の、あ、いや2倍。どうしてそんな目で見るんですか？たとえスライムだったとしても私じゃ叶いませんよ。これはどうしましょう。栄誉騎士様にも見つからないのでしたら商人ですから、こんなこともあるかと。どうやら今回は運が悪かったようです。また今度改めて。申し訳ございません。この状況ですとセピロス騎士団に行って落とし物の登録をしていただく必要があります。セピロス騎士団は全力であなたの落とし物を探してまいります。え、いやいやいや、セピロス騎士団だなんて、そんな、皆さんにご迷惑をかけてしまいます。そんなことはございません。モンドにいらした客人をもてなすのはセピロス騎士団の責務でもありますので、メイドとして客人の接待もきちんと務めてまいります。もしくは騎士団に行きたくない理由でもあるのでしょうか？あ、いえ、決してありません。はい、どうしましたか？はい、実は私も気づいていました。しかし証拠がないのに早々に疑ってしまうのもどうかと。こちらのお方がモンド城の近くで助けを求めていたのならモンドの客人と言えます。でしたら私は責務を全うするまでです。はい、ご理解ありがとうございます。何を相談してたんですか？結局どうすれば。あ、はい、お待たせして申し訳ございません。もう話は終わりました。これからモンド城に向かいましょう。騎士にノエルさん、任務中ですか？後ろの方は。私はアロイスと申します。ただの商人です。あ、客人でしたか。歓迎いたします。お手数ですが、あなたの身分とこちらに来た目的を教えてください。セピロス騎士団が
あなたの安全を保証いたします。私はモンドからリーウェイへ酒を仕入れに。そうでしたか。しかし荷物などが見当たらないようですが、モンドを訪れる酒商人リストにも名前が載ってないみたいですけど。それは初めてモンドに来たからです。これを機にリストに載るはずです。そうですか。ではリーウェ総務士から発行された証明書を提示してください。身分を確認する必要があります。そんなものがあったのか。そうでした。荷物の中に置いてきてしまったんです。荷物？すみません、こちらの方は先ほど魔物に襲われて荷物をなくされたそうなんです。先に休んでいただいて、それから騎士団に登録するというのはいかがでしょうか。騎士団ガイド第10条によりますと、外国からの見知らぬ客人が来た場合、慎重に対応する必要が。しかし騎士団ガイド第2条には、客人には失礼がないよう対応するとも載っていたはずですよね。この状況は騎士団ガイドにもどう処理すればいいか書かれてないですね。はい、ノエルさんがいれば確かに安心できます。私はただ自分がやるべきことをやっているだけです。頼もしいだなんてまだまだです。はい、ではこの方がモンドにいる間は。アライス様はお酒を仕入れに来た商人ですので、お酒の知識がある方かと存じます。私どもモンド人の間で評判の酒場エンジェルズシェアでご休憩なさるのはいかがでしょうか。エンジェルズシェアか。この木だるにはありったけのモンドの名酒が。これらを偽造できれば。仕入れし、お待たせしました。お酒をどうぞ。これはダンディライオン酒をベースにしたカクテルです。バーテンダーの方に鎮静作用のあるドドリアンを、長旅でお疲れでしょうから、いきなり冷たいものを飲むのは胃によくありません。ですので氷を少なめにしておきました。お口に合うといいのですが。神聖このお酒はモンド人なら誰でも飲めるんですか。それって私がモンドの酒造業に対して。そうです、ただ興味があるだけです。この話は一旦置いときましょう。お酒を飲んでたらなんだかお腹を空かしていたことを思い出しました。お腹が空いていたのですね。私の不手際でした。もっと早くに知っていれば、お会いした時にパンケーキを分けてあげられたのですが。はい、そこに行きましょう。それはありがたいですね。ではお言葉に甘えて。すごく香ばしい匂いです。やはりモンドのお酒を売るには、それと一緒におつまみも必要不可欠ですね。醸造技術よりレシピの方が手っ取り早いかも。私が言いたかったのは、ダンディライオン氏の醸造技術は特殊で偽造が難しいので、私たち商人も安心できるという意味です。この話は終わりにしましょう。メニューこんなに種類があると悩みますね。それでしたら選ぶのをお手伝いしましょうか。じゃあお願いします。はい、アロイス様は獣肉と鶏肉どちらがお好みでしょう。正直どっちでも。この店のステーキは全て
清泉町からその日のうちに運ばれてきた新鮮なお肉を使っています。おすすめはミディアムで、噛むたびにお肉の味わいがお口全体に広がります。そして鶏肉のスイートフラワー漬け焼きもここの名物料理です。外はカリッと、中はジューシー、お酒にも合います。しかしこの2品ですと栄養に偏りがあり、あまり健康的な食事とは言えません。ですのでキノコピザと満足サラダをお付けすることをおすすめします。問題ございませんでしたらこれで注文しますね。さっきの不手際を謝罪するためにも、ここは私におごらせてください。いいんですか？これじゃまるで。ご安心ください。これはお客様の最初で最後の食事、粗末にするわけにはいきません。この食事、ただの接待ってことでいいんですよね？最後の食事？そういうことでしたか。じゃあたくさん食べなければ。栄光の風はどうでしょう。最後は記念として忘れられない思い出の品をアロイス様にお送りしたいと思います。いや、やっとあれですか。あれ、記念とは。はい、ノエル、あなたが欲しがっていたものです。ありがとうございます、マージョリー様。アロイス様、これをお受け取りください。ありがとうございます。この木彫りは大切に。 あれ、これはセピロス騎士団の騎将？セピロス騎士団メイドのノエル、モンドを代表しセピロス騎士団と共にあなた様を歓迎いたします。あなたはメイドではセピロス騎士団の人だったんですか？この贈り物は。ただの記念品ですか？準備する時間があまりなかったのでこの程度のものしか。それでも深く思い出に残るモンドの旅であったことを祈ります。では一緒にセピロス騎士団に行きましょう。落とし物の手続きを。大丈夫です。ちょうど荷物をどこに落としたのか思い出しました。え、それでしたら騎士団に行って回収任務の手続きを。いえ、何も危険はないので自分で取ってきます。え、しかし凶暴な魔物がいるのでは。あなた様の安全のためにセピロス騎士を護衛としてつける必要があります。予定より早いですが、私と来てください。え、先輩自ら護衛されるのですか？確かに安心できますが。では私はスワン様に状況を報告しに行きた。アロイス様の。氏を偽造して店の酒を売ろうと。それがまさか初めからあなたたちに見透かされていたなんて。私はまだ何もやってません。未遂ですよね。
死罪とかになりませんよね。もしかし罪に問えないから逆に城内で泳がせてからここで一気に裁きを下そうと。ご勘弁を。私、はい、もちろんメイドさんとあなたがいれば誰もモンドに手なんて出せませんよ。わかりました、さようなら。結局本当に悪いやつだったな。ノエルに言うべきかな。まずは帰って様子を見よう。おかえりなさい。あれ、アロイス様はどちら、え、もうモンドを離れたのですか。どうして急に。まだあの方に宿の予約や酒商の紹介をしています。もしかして私どこかできっとそれで気分を害して。私はこんな些細なことすらできないのですね。悪巧み、そうだったのですね。私はやはり未熟です。肝心な時は栄誉騎士様に頼りっきりで、はあ、こんなことでは本物のセフィロス騎士になれるのはまだまだ先ですね。こんな風に暇をもてあそぶことになるとは。あ、栄誉騎士にノエルさん、後ろのか、あ、お手数ですが。そうで、モンド、そうですか。そんな、荷物。すみません、先にや、しかし、この女騎士団、はい。はい。はい。アロイス様は、お酒を仕入れに来た商人ですので、お酒の知識がある方かと存じます。私どもモンド人の間で評判の酒場エンジェルズシェアでご給仕。お待たせしました。これは長旅でお使いですので。このお酒、それって、あのお腹がす、私のそれはありがたいですね。ではお言葉に甘えて。すごく醸造が。それでしたら、はい、正直この店のして、そしてしかしですので問題ござい、ご安心ください。この食、なるほど。栄光の風はどうでしょう。最後はき、いや、あれ、行くぞ。はい、ノエル。ありがとうございます、アロイス様。これはセピロス騎士。あなたはメイドでは。セピロス騎士団の人だ。このただの準備する時間が、それでも楽しい思い出に残る。私に荷物もない、証拠がなくてもこんなに魔物とか。そのような騎士団がい、あなた様、たとえ魔物に押す、もしそんな騎士団メイドの、そこまで私は、え、まだ、いいえ、私は次は、そしてなくしたものを取り戻せるのならいいことです。短い旅でも、さようなら。あ、モンド城。
しょうか。やっと会えました。私は、あ、早く、はい、アンバー様、火花、実は、しかし、モンドの今日は、もし、それが、先輩としての、しかし、セピロスですので、え、そんな、ごじょ、私も、そういえば、あれは、先輩、やっと会えました。私、あ、ごめんなさい。早く、はい、アンバー様、火花騎士様、実は、しかし、モンドの町、今日は、もし、あの、メイドとして、しかし、はい、一日、ベッドの底や、ま、それと、忙しい、ま、力ですか？しかし、私、力はそこそこあるはずですが、前にブルース様が酔っ払った時も騎士団まで背負って運びましたし、図書館が新調した本棚も私一人で清泉町から運びました。ホフマン先輩からは力持ちだって褒められたこともあります。はい、もちろんいいですよ。しかし訓練とはいえ、栄誉騎士様に剣を向けるなど。そうだ、騎士団の横にある訓練場には訓練用の杭があるはずです。あなたも訓練に来たの？あれ、栄誉騎士も一緒だったんだ。こんにちは、エリン様。今、栄誉騎士様から訓練の指導を受けるところなんです。私の実力が知りたいらしく。訓練場にまだ余っている杭はありますか？ん？ノエルの実力？それじゃあ普通の杭じゃダメだと思う。それに適当に置いたら、またノエルに一発で破壊されちゃうかも。そりゃあノエルだもの。どれどれ、どうやって配置しようかな。あ、そうだ、ちょっと待ってて。ノエルだったらやっぱりこれがいいよね。これは厄介ですね。はい、後で掃除するのが面倒です。ノエル、一気に全部切るつもりなのか？本当に全部切っちゃったぞ。よし、掃除完了。あ、ありがとうございます。栄誉騎士様に褒めていただけるなんてとても嬉しいです。しかし私は力以外に自慢できるところがありません。騎士様たちとの訓練試合の時もどうやって動けばいいのかわからなくて、剣を振るう力は相手より強いはずなのに、最後はいつも負けてしまうんです。どんなに修行を頑張っても騎士選抜を通過できなくて、一体どうしてなんでしょう。足りないんですか？いえ、風魔竜を撃退した栄誉騎士様からすれば確かに取るに足らないですよね。教えてください、栄誉騎士様は普段どうやって鍛錬しているのでしょうか？採掘ですか？なるほど、腕力だけでなく鉱石を探す脚力、これが栄誉騎士様の訓練の方法だったのですね。大丈夫です、任せてください。
当に採掘するのかよ。仕方ないな。近くの最高地で練習してみよう。も採掘の一環なのでしょうか。私にお任せください。この辺りは落石が多いらしいぞ。周りに気をつけろよ。この落石、明らかに異常だわ。あ、ベリンダ様。あら、ノエル。それに栄誉騎士も。あの、どこかお怪我は？安心して、私は無事。さっき見回りをした時、ちょうどこの地帯を避けて通ったの。最近この一帯で落石がよく起きてるけど、こんなに異常なのは初めて。何か心当たりはある？ええ、それもそうよね。こんなにだ、でもこの落石の下にあるのは豊富な鉱脈なの。鉱脈？ええ、誰かに頼んで片付けてもらわない鉱石がもったいない。鉱石？これらの落石を片付ければ。その通りだけど、こんなに大規模な落石、やっぱり騎士団に報告した方が。私にお任せください。え？気を直接砕くなんて。気をつけろ。あそこにヒルチャール、岩兜の王がいるぞ。ヒルチャール、岩兜の王。落石が多発してた原因はまさかあれ。今すぐ応援を呼んでくる。見た目は大きいですが、力比べなら負けません。あれを倒せばまた採掘ができるようになりますね。なら私に全てお任せください。騎士の風格に気をつけます。
掃除完了。あなたたち無事？ノエルも大丈夫？はい、大丈夫です。強いて言うなら、普段やっている掃除仕事より少々肩が疲れたかもしれません。すみません、普段あまり無理しないように言っているけど、気づいたら毎回一人で騎士団の掃除を終わらせてて。それは騎士団メイドがやるべきことですので。本物のセピロス騎士になるためには、どんな英雄騎士様、私今回は採掘の修行をちゃんとやり遂げられたでしょうか。本当ですか？あなた様がご指導する修行をやり遂げられたなんて、私にとってすごく有意義なことです。では次も一緒に採掘しましょう、先輩。こんにちは、私の訓練場に。ん？それにて、そりゃあの、あ、ノエルだ。これは、いや、はい。ノエル、一気に全部切るつもりなのか？本当に全部切っちゃったぞ。よし、掃除か。あ、しかし、騎士様たちとの剣を振るうちか、どんなに修行を一体。実戦経験？確かに、そうです。ただ、いつ誰が助けを必要とするかわからないので、安易にモンド城を離れられないのです。なので、実戦経験はあまりありません。しかし、そのような経験、一体どう積んだらいいのでしょう。モンド近くのスライムですか？任せてください。いざ。ここだな。まずは岩スライムか。た、綺麗にしませんと。やっ、不利な戦いを避けるのも戦略
るほど、わかりました。目標は強風のコアなのですね。岩の重さは安心、騎士の風格に気をつけます。たっ、いけない、強風のコアが逃げてしまいます。ずっと空を飛んでいて攻撃する機会がありませんでした。アンバー様やリサ様がいてくれたら。いいえ、こんなこと考えたらダメですよね。騎士として自分の力で解決。え、でも確かに、もし先ほど先輩と一緒に戦っていたら、騎士団の団員は互いの盾となるべきである。騎士団ガイド第8条には、私そんなことを今まで考えたこともあり、私がですか、いいのでしょうか。そう、不向きな敵を避け、陣団長から聞いたことがあります。この普段昼中、もしかしたら今回は。はい、ノエル、ノエル、どなた様の声でしょうか。今すぐお伺いします。おい、夫人様に感謝を。助かった。ああ、ノエルにも感謝だな。君たちがいなかったらどうなってたことやら。そのわざわざ俺を助けにここ。ちょうどこの近くで訓練をしていて、あなた様が私を呼ぶ声を聞いたんです。間に合ってほっとしました。心の中で思ったのは助けてとか、バルバトス様ご加護をとかだったかな。でも口に出たのはノエルの名前だった。自分でも無意識だったよ。多分モンド城にいる時、いつもノエルに助けてもらってたからかな。呼び慣れた名前が出ちゃったんだ。大丈夫です。皆様の助けになるのはすごく光栄なことです。それにそのおかげでヘニング様の声に気づけたのですから。しかし今回遭遇したヒルチャールは、あれで凶暴じゃないの。俺は怯えて足も動かせなかったけど。そうですか。私はただいつも通り普通に動いて。え、そういえば確かにさっきヘニング様に傷を負わ、目的が違うだけでこんなに違いが生まれるものなのですね。その通り。自分の訓練をしている時よりノエルが俺たちを助けてくれてる時の方がやる気にあふれてる気がするし。ああとにかく大丈夫です。騎士団メイドとして、セピロス騎士団メイドノエル、いつでもあなた様を助けます。